まあ、正直私たちは本当に大きなプレッシャーはなく、まあ、というのはそこまでアジアカップでも、まあ、前回ワールドカップ東京オリンピックでも、まあ、世界で結果を残せてたわけじゃないので、まあ、プレッシャーというよりはもうとにかくチャレンジャーとして、まあ、臨む大会でもあって、まあ、そのためのいい準備をしてきたなと思ってます。まあ、やっぱワールドカップというのは本当に夢の舞台なので、まあ、そこに4回立てるってことはすごく光栄なことですし、すごく嬉しいことなので、まあ、本当にこの最高の舞台を、まあ、何より大好きなサッカーを楽しみたいなと思っています。まあ、彼女たちが本当に残してくれた歴史だったり、まあ、残し女子サッカーに残してくれた影響というのはすごく大きなものだと思うし、まあ、彼女たちに影響を受けてサッカーを始めた女の子たちってやっぱ世界中にすごく多いと思うので、まあそういったまあレジェンドというかそういうすごく大きなものをもたらしてくれた選手たちにリスペクトしかないですし、まあ本当に何だろう、まあまあ、ありがとうお疲れ様って私から言うのも何なのかもしれないですけど、まあ、でも本当にあのリスペクトしかないです。Yeah, we fight together and yeah, we will do the best. Yeah, that's all, I think. そうですね、まあ、すごく特別な気持ちというか、こう、まあ、小さい頃から目指してきた舞台ですし、まあ、誰もが立てる場所じゃないっていうのもまた、まあ、感じてたところだったので、まあ、すごく、まあ、嬉しい気持ちと、やっぱりこう、まあ、今までやってきたことを全て出し尽くしたい気持ちとっていうところで、まあ、そのピッチに立てたのはすごく嬉しかったです。そうですね、まあ、自分自身はまあ、得点という形でこうチームの勝利に貢献するところっていうのはこう自分自身のこう目標として、まあ、またチームとしては本当にまあ世界一を取るためにプレーしているので、まあ、しっかりこう、まあ、一番になるっていうところは こだわってやっていきたいところです。イタリアとの試合を見てもあのセットプレーからの得点というのはすごいあの武器だなと思いましたし、まずはやっぱセットプレーを与えないというところは一つキーポイントになるかなと思いますし、まあ、でもこう私たちはノルウェー相手にもあの、ま、クロスからの失点はありましたけど、まあ、チームとしてはコミュニケーションを取れた守備というのができているので、まあ、その高さをうまく使わせないような守備ができたらいいなと思いますし、まあ、逆にそうですね、なんだろう、こうまあ、スウェーデンの背の高さを生かさせないように後ろからの声かけだったりっていうのもあの特に注意してあのプレーしていきたいなと思ってます。まあ、本当に今まで、まあ、この大会に入るまで期待もされてなかったと思いますけど、まあ、本当にこうチームとしてはこの短い間でもこういろんなものを変化させて成長させてこれているので、なんですかね、こうまあ、本当に日本の皆さんをびっくりさせるような試合はできていると思いますし、まあ、これを続けてまずやっぱ決勝まで行って優勝するとまた日本の皆さんから見られ方も変わると思うので、まあ、本当まだまだ試合に勝って日本の女子サッカーをもっと盛り上げられるようにしたいなと思います。